7月の25日でございます。ただいま、28号あのベニマドンナというですね、の木の前にいまして、若木ですけれども、こちらのですね、実ですね、久保田農園さんにやらせていただいております。ポイントとしては、中盤間はなるべく、5月とか6月ぐらいには、行きます。でなるべく先のやつとか上のやつをにしていくので、こういう下のは取っていくので、まあこっちの傷あるんで外、はい、今劣化していきました。ちょっとトゲがあるんで、ぜひここもすんなりになってるので、なるべく先を残した方がいいと教えていただいたんで、これはどっちかな、こっちの方がいいかな。ロードスかな、これだけついたんで。でですね、こういうですね、こういうところにあったりですとか、で半分ぐらいにアラテッカで伺ったので、うちもですね、なる量の松の松なんで、ちょっとブドウでなかなかできなかったところがあるんで、これ下だけええかな。はい、下は日当たりが悪い、みかんがなりにくい、色もこんな感じです、なりにくいのでやっていきました。中盤間の鉄火は運これだとどっちかな、どっち置いとこうかな、こういう下にめくってで、カレーだったらしっかり、カレーだったらしっかり、カレーだったらこれもすんなりになってるんで取っていきます。ね、ここもよいしょよいしょよいしょ、見えとんかな、これインカムで取る条件、一旦取る。これもね、2個なっとんで、下の方で傷あるんで取っていきます。この下を取っていきます。これはどうしようかな、2個なっとんで下と、で残そうかな、気になるし、あれ、剪定ワサビどこ行ったっけ、あった、よいしょ、ここのところ、枯れ枝があるんで行っていって、でね、元に虫が入ってないか、こんな根元は特に虫が入りやすいんで、虫が入りやすいんで、こう噛んでますね、カメキミリが、やっぱりこれ虫が入りやすいんで、湿度を上げないように株元は除草をしっかりしてというのが大事です。うん、近い木もいいかな、よし、オッケー。じゃあ次です。よいしょ、ここがありますね。下落とすかな。
と、よいしょ、実際にあるんで、でいきましょう。小玉のやつは落としていかんと、ですし、そうですね、なるべくね、大きく作りたいんで、小玉の、小玉皮も落とすということですね。歯がいっぱい来る、歯がいっぱい来おる。よいしょ、クモの巣、いいですね。ちょっとしんどいと取りながらやっと、はい、ありがとうございます。ちょっと時期は遅くなりましたが、セトカの出荷をしております。7月の25日です。中盤化はもっと早くしないといけないと教えていただいたんですが、7月末になっております。全体目安半分を出荷して行って、そうですねと思っています。
よいしょ。うん、よいしょよいしょよいしょ。ああ、もうちゃんと解説ね、ほんとせないかしない、それだけで失敗。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。